選手をご紹介いたします。林栄心選手。そして中村優馬選手。今日は皆さん準備はよろしいでしょうか。それでは参りましょう。さあ第2試合のスタートです。決勝に行く最後のカードと思っゆうが、ちょっと待って、ゆうがちょっと待って、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとストップがかかってしまいました。申し訳ない、申し訳ないです。ちょっと、なんだこれは、何のタイムちょっとジャッジからの今、タイムが入ってごめんなさい。なんか気まずい。さあ、ちょっと何そんなになんか責められる俺たち。じゃあ盛り上げていきましょう。あんまだね。そういう感じじゃない、ごめん。俺も今ちょっとそれはごめん、そっち側行きたくない。今 OK 出ました。あ、OK 出た。さあごめんね、ゆうが、すいません、選手がちょっとそういう感じ、ね、ごめんなさい、ね、真剣な。さあさあ、それでは参りましょう。空気をゆうが選手お願いします。さあゆうが、この空気をぶっ飛ばしてもらいましょう。さあ皆さん、ぜひ盛り上げていきましょう。座ってますから、チェストバックで、まずはフロントフリップから、エアオープンのバックフリップ、そしてフロントフリップ、フィアですから、また後ろ前、そして後ろから、まだ続く後ろ、そしてスカイダイブまで、まだ続くモジョ、そしてバックサイドモジョ、ここで一旦切る。ブレンダー、また追加。さあこちらもつなげてきました。スタートはまずは縦回転の優雅、そして横回転のエーシンといったところでしょうか。さあ2投目、どのコンビネーションでくるか。まずはバックリップ、ファーダーから入る、そしてバックスティックでつなげる、まだ後ろフロント、そして後ろからフィアレスに持ってきて、スパイラルアセンションでつなぐ、バックサイドから後ろ、さらに後ろ、いったー、余裕。さあ優雅の底力が今垣間見えた。さあそれを目の当たりにして、オブセの先輩がこの圧巻のパフォーマンス、高いバックリップからフィアレス、そしてフロントリップでつなぐ、まだ前のフィアレス、もう一度ブレンダーからチェストを入るところから、ワイキングスのフロントサイド、バックサイドのチェストワインキーでヒートで一回切る、まだ終わらない、まだ取り続ける。さあ何かを狙っている、フロントからアラビアン、そしてチェストワインキー、ワイキングスのモーションでつないで、アセンション、ワイピー、かっこいい。さあかわいい顔してエグいことをやってきた先輩を目の前にして、何も躊躇しないライディング。さあそれを見て優雅がラインの上で跳ねる。さあスラックラインがスリーズプロライダー、何かを狙っている。まずはフロックバーナーから入る、背中抜けるワンエンディーからフィアレスでつないで、スパイラルをもう一度持ってきた。さあモジョでつないで、バックサイドモジョからフラッグスピン、バックサイドのワインディングからバックフリップから入ります。素晴らしい。さあガッツポーズが出ました。そしてそれを見た怪しい衛進が
バックチェストで、まずはナスピンチェストから入る。からフラットスピン、アセンションでつなぐ、フリーホールバックサイドからモーション、そしてアセンションからバックリップ、フロント、一発ここでコップを切れる。ラインの練習に入れます。素晴らしい。さあ、ノーミス対決、今のところノーミス、はい、さあ俺もやってやるという顔でバックチェスト、エアはすでに高い。さあ、バックサイドのフリーホールからフロックサイドアセンション、前、後ろ、そしてフロックフリップ、つなぎのフリップからフィーゴー。あー、ちょっと上手でした。いやー、でもすごい遠心真骨頂。最後にフロックフリップ、バックフリップ、そしてフィートで決める。対するは中村優香、残り20秒。残り20秒です。さあ、20秒で今何を考えて何を持ってこようとしてるか。中村優がおそらくラストライディング。さあ、ライン、オフライン、中村優が高いエアから入る。漕いでいく、もっと高く飛ぶ、チェストで漕いで、さあここからダブルでバック、戻してフリーホールで高いのでつなぐ、モーション、そしてバックサイドモードでつなぐ、ブロック終了。バックフリップからフロントフリップ、そしてイラのフリップ、マイクテストモードで一旦つないでチェストファイブ。